はい、皆さんこんにちは。アジアで生きてるイエローケイちゃんです。はい、今回ねちょっとねイエローでやっていくんですけども、ちょっとですね今回の、ちょっとね動画に関しましては、ちょっといつものですね、例えば経験話題とかですね、皇室の話題だとか他の時事ネタとかね、そういったようなものとは、ちょっと違いまして、私自身のことについて、まあ今後のねその YouTube の活動なんかも含めてちょっとねお話をさせていただきたいなと思います。でですね、ちょっとね、もうここ何本かぐらいの動画で皆さんでお気づきだと思うんですけど、私のこのバッグね、まあどこの部屋でなんかいつもと、ケイちゃんのいつものね部屋と違うねなんていう、ね、方がねほとんどねやっぱりコメントなんかでも、結構いただいたりしてるんですけども、ここね実はねあるねホテル、まあサービスアパートメントのね一室なんですけども、ちょっと、ね、今そこを借りてまして、そこで、ちょっとね生活をし始めたというような感じなんですね。で、バンコクにあるねサービスアパートメントなんですけど、というのもですね、実は前からね私も動画の中ではいろいろお話はしてたんですけども、まあ年齢的にですね、昨年、還暦を迎えまして、でも今年も60、年齢が61になりますというようなことで、もう今までですね、もう、大学を出てもう約30、大学出たのが23ですから38年ぐらいですかね、まあずっとまあ仕事をしてきた中で、一応ですね今までその仕事をしていた、まあ本業をですねしていたところとはちょっと縁を切ってですね、まあ一応まあ正式というかですね、まあ、退職をしたというような形にいたしました。一応ねもう線引きをしたんですね。でまあ今まではねちょっとね動画の中でもいろいろお話しさせてもらいました通り、あるねそのタイの企業のまあ俗に言われるその財務とか経理とかね税務なんかの責任者というか、まあよく言われるのがまあ CFO っていうね、そういったようなポジションで仕事をさせてもらってたんですが、まあそこでね、一応1月の末、1月31日付ということで、まあ一応その線引きをしてですね、実際に仕事はもうこれでやめますということでね、線引きをいたしました。で、その後ですね、ただね、私も実はね、寒いのがすごく嫌なんですね。もうずっとね、南国というか東南アジアにいるような人間なんで、結構暑いのは我慢できるんですが、寒いのがなかなか我慢できなくて、なおかつね、こんなような半袖しか持ってませんから、日本にね、帰ろうと思ってたんですけど、日本は今なんかに、ね、雪が降ってるとかね、寒いですよね、というようなことも受けてですね、ちょっと日本に帰るのはもうちょっとね、日本が少し桜が咲く頃になったら帰ろうかなとかね、もうそういうのね、もういい加減なことを言ってる人間なんですけど、そういったようなことを考えてて、で実はですね、タイにもね、今まではそのね労働許可を取って、タイにいたんですけども、それをねあるねちょっとね退職者ビザっていうのがあるんですが、それに切り替えました。これはね1年ごとに更新していけばいいんですけど、ちょっとねある程度のお金をそのタイの銀行に預けとくだけで、まあタイでね生活できるということで、あとは1年ごとに更新していくっていうね、そういうビザなんですけど、それに切り替えをいたしまして、で今現在ねこの背景にあるような、ここまでちょっと一時的な居住なんですけども、あるバンコクのサービスアパートメントに今は、住んでるというような感じです。でこれからねちょっとね、まあここ 1,2 週間ぐらいの間にちょっとね別の、まあコンドミニアムというかやっぱりサービスアパートメントをちょっと見つけてですね、そこにちょっと、住居を移そうかなとかっていうのこともね考えてて、だからもしかしたらまたこのねバックグラウンドのね背景が変わるかもしれません。まあそんなようなね寝なし草的なですね、アジアのケイちゃんなんですが、あとねもう一つちょっとねお伝えさせていただく点としては、まあまあ、私がもう、私は、ね、大した仕事はしてないんですけども、まあ、そういったような、まあ、40年近くですね、そういった財務系の仕事をずっとしてたというようなこともあって、なおかつですね、私、この YouTube をやってたこと、からかもしれませんけども、ちょっとあるね、人づてでですね、タイではないんですけども、例えばね、フィリピンだとか、あとはですね、カンボジアとかね、そういったような、あとはベトナムとかですね、そういったようなところで、まあ、主にその日系企業なんですけども、やっぱりね、日系企業の支店だとか、支社だとかね、そういうところで立ち上がっているような、
新しい会社だとかですね。で、当然その、例えば経理業務だとか、財務業務だとかっていうようなことになると、非常に、まあ、ある程度ね、本当にある程度ですけれども、ちょっと専門知識等がいるというようなことで、ちょっと手伝ってくれないかっていうようなことも、ちょっとね、受け取りまして、まあ、それもね、別に正規雇用で、働く気は、そういう気はあんまりないんで、まあ、例えばですね、1ヶ月ぐらいとか、あるいはその期間的にですね、ちょっと契約を、個人的に契約をして、期間的にその繁忙期の時にそういったところを手伝うとかね、そういったようなこともちょっと個人的にね、ほんと個人、事業主としてそんなことも考えております。多分ね、そういったようなことで、このバックがね、背景がいろいろ変わって、はい、今回はね、フィリピンのマニラにいますとかね、今回はカンボジアのプノンペンにいますとかね、そんな感じで、本当にね、今まで以上に寝なし草のアジアのケイちゃんになるような、今、状況になっております。ということで、まあ、それはね、私の今までの、まあ、仕事っていうか、本業もね、こんな感じになりましたという、まあ、ご報告と、あとは、まあ、YouTube に関してはですね、まあ今、一日ね、数本上げさせてもらってますけども、引き続きですね、この特に経営問題もしくはですね、皇室の問題に関しては非常にも大きな問題を抱えておりますので、これに関しては引き続きですね、しつこく、私はしつこいですということで、しつこく、やっていきたいなと思いますし、まあそれ以外のね、さっき申し上げましたように、今日はフィリピンにいますとかですね、今日はカンボジアにいますとかね、まあそんなような形でいろんなねちょっとね動画を交えながらね、この YouTube を配信していきたいなというふうに考えております。まあいずれにしてもですね、ちょっとそういうような形で一応1月末をもってですね、今まで、まあ本業としてやってたようなところとちょっとねバイバイをいたしまして、まあこれからはね、まあいずれはまあさっき申し上げましたように暖かくなる頃、それこそね桜が咲く頃にはちょっとね、私も、まあ、私の家内はいいんですけど、やっぱり、一人娘に会いたいなとかですね、そんなようなことを思って、いや、一時帰国をしたいなとかね。で、さっき申し上げましたように、まあ、ちょっとね、流行り病のね、状況にもよるんですけども、まあ、頼まれれば、今回はマニラに来て、ちょっとね、そういった日系の企業の仕事のお手伝いをしてますよとかね、そういったようなことも、ちょくちょくあるような感じがしております。というようなことで、ちょっと今日はね、まあ、このね、背景をね、ちょっとご覧になっていただいた方で、ケイちゃんなんかホテルみたいだね、今までと違うね、っていうね、ご質問、結構コメントを通じていただいておりましたので、それに関して、いや、ちょっと私のプライベートな面でね、ちょっといろいろ変わってますので、ということで、まあね、近況というか、私の近況なんですけども、そういったようなことをね、ちょっとお伝えさせていただきました。ということです。まあ、いずれにしてもちょっとね、申し上げました通り、この YouTube 活動に関しましては、特にですね、この絶対に風化をさせてはいけない、この経営問題とか、皇室の問題に関しては、引き続きですね、しつこくやっていきたいなと思いますので、皆さん、今まで以上のね、ご愛顧をいただければ、ご支援をいただければ、大変嬉しいです。ということで、これからも一つね、よろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。失礼します。それではまた次の動画を。バイバイ。